境外仏道ビンゴ地方に広く見られる辻堂仏道とは仏教寺院において仏像を安置し礼拝供養するための建物である。境内以外に単独で建てられたものは境外仏道ということがある。仏教が中国に伝来し寺院が建立され始めた紀元前に世紀にはすでに寺院を構成する建物として仏舎利を祀る塔とともに 仏道が混流されていたようである。以降、仏教の浸透とともに、道が伽藍の中心から周辺部へと次第に追いやられていくのに対し、仏像を祀る、仏道は寺院において最重要な建物となり、基本的に寺院の中心部に混流されるようになった。仏道は一つの寺院内に多数混流される場合も、多く、その性格、寺院内での位置、 安置する仏像の名称などによって、近道、本道、釈迦道、薬師道、阿弥陀道、観音道、文殊道、地蔵道など様々な名称で呼ばれる。日本では、一山の本尊を安置する寺院の中心的な道を指して、本道あるいは近道という場合が多い。本道は、日本の仏教寺院の中心道として、最も一般的な名称である。 近藤という名称は、飛鳥時代から、平安時代創建の寺院で多く使われている。なお、奈良時代創建の寺院でも、新薬師寺、西大寺のように現在は、本堂という名称を使用しているところもある。また、室生寺、大間寺のように、近藤と本堂が別個に存在する寺院もある。仏殿という名称は、日本初期にも見え、 仏道一般を指すごとして用いられる場合もあるが、日本では主に禅宗寺院の本尊を暗記する道の名称として使われている。ただし、川柳寺のように禅宗以外の寺院でも仏殿を称するところもある。また、禅宗寺院においても中心道具を本道と称する例があり、特に法上形式の建築を指して本道ということが多い。 他に、万福寺のような大幕衆寺院や長崎の東寺などでは、大陸風の大遊方殿という名称を用いる場合もある。ビンゴ地方では、江戸時代より水野藩の指導により、各地区に辻堂と呼ばれる建物が多数作られ、後に地蔵菩薩や観音像が持ち込まれて、仏堂として京に残されている。四国地方にも似たような仏堂が山間部を中心に、 残されている。ありがとうございます。